2-4-1 いたしました。それでは宇都宮ベルクスの記者会見を始めさせていただきます。まず、皆様に一言ずつ総括をいただいてから質疑応答に移りたいと思います。それでは安西副校長お願いいたします。はい、まあ、まずはうちの主令とあと有給の内藤が出れないという状況が、まあ、本当に悔しいなという感じはしてますけど、まあ、このシリーズ、まあ、タイトルは、ね、戻ってくる可能性があるのか分からないですけど、2人の分もしっかりいいゲームにしたいなと思って、今日は、ね、本当に我慢の試合でしたけど、本当に選手たちがずっと我慢して、まあ、最後勢いも届いたので、こういうゲームになったと思いますけど、まあ、明日は、ね、また 0-0 だし、ゆきさんの、ね、勢いっていうのが来ると思うので、まあ、そこに負けないように、気持ちの分からしっかり準備してやりたいなと思います。ありがとうございます。続きの選手お願いいたします。はい、本当にまず一生結構本当にすごく良かったと思いますし、まあ、やっぱり入りは問題展開になりましたけど、まあ、タイムシップを通して、まあ、本当にだったり、このチーム全体で、流れを本当につかめたと思いますし、我慢して我慢して、はい、しっかり自分たちらしいバスケができたので、まあ、明日もしっかりやっていきたいなと思います。ありがとうございます。続いてピリア選手お願いいたします。We came out a little bit slow. Just we were giving up offensive rebounds, and I think once we assured that up, we were able to play more on style and get on the run, but also just not allow you to play the same. And once we did that, we were able to build a little bit of a lead. And like I said, just really glad to get this first win. But it's going to be a difficult game. We're going to come out with more energy and a lot more play, so we got to be ready.比江島選手も言ったように、ちょっと最初のスタートは重い入りになりましたけれども、相手にオフェンスリバウンドを取られてしまって、苦しい展開ではありましたけれども、そのオフェンスリバウンドの部分をしっかりケアして、インサイドで簡単に点を取らせないというところをしっかり、チームとしてできたので、リードを取る展開ができて、なんとか勝利するゲームを取ることができましたけれども、明日は琉球さんもお金ハードにプレーしてくると思うので、難しい試合になると思いますが、しっかりして臨みたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは 2-4-1 でした。